はいレオンンチャンネルです今回紹介するのはこちらフィィギュアラライイズスタンダダーードド仮面ライダーディケイドですはいおなじみのプラモデルシリーズからディケイドも登場しましたねパッケージには小野寺空がと一緒に写っててただ今回すごくいいのがディケイドライバー差し替えでネオ版要はジオ版と2モードで遊べるんだって個人的にはもうディケイドといえばネオ版のイメージが強いですから最近はどちらか選択式なのいいですよね しかもこれ発売前の状態から頭部パーツとか相当こだわってますよみたいなそういう情報がありましたのでその辺の造形も楽しみなんですがプラスこれまで発売したフィギュアライズスタンダードに対応してるディケイドライバー用のベルトパーツが付くんだってコストかかってるなでは作っていきましょう ちなみにこれが3000円ぐらいで買えますので最近高騰してるアーツ系に比べると半額ぐらいっすね。なるほど。マゼンタ結構明るめだな。パーツに塗装とかはされてませんね。こだわりのライダーカードか。あ、もう薄いプラスチックだ。おお、すげえ両面だもんこれで。これめちゃくちゃ素晴らしいね。シールもさほどないかな。では作っていきましょう。 はい、もう完成直前まで一気に組み上げました。結構今回時間かかったね。毎回1時間ぐらいで完成するんだけど、ファイズとカブト以外の新設計関連は今回なんかさ、え ?1 時間40分ぐらいかかった。なんでかっていうと、もうね、頭部パーツとかの出来が良すぎて作りながらいちいち感動しちゃってたのと、微妙に貼りづらいシール箇所がちょこちょこあって、その辺でちょっとね、慎重に組み立てましたので、若干時間かかっちゃった。 あとベルトとかもねいちいちシールの色分け細かいしねでもねマゼンタとかすげえ成形色綺麗なんだけどベルトに関してはトリガー展開状態と収納状態のどちらか選んでというかポーズによって付け替えてねって形ですねそれでは組み立てていきましょうボディに顔をはめるもうやばくないやばくない え、めっちゃ組み上がるの楽しみなんだけど。そして、またパーツか。ここにセットして、もうさあ、フィギュアライズスタンダードも、真骨頂に近づいてきてるよな。はい、こうするでしょなんで、ファイズいつ真骨頂化するんですかって思ってる人は、とりあえず今ね、ファイズのフィギュアライズスタンダード買えば、 ほぼ真骨頂クオリティなんで。おー、でかいね、やっぱ。そう、組み間違いしないように真骨頂アーツを横に置いておいたんだけど、フィギュアライズスタンダードはアーツより気持ち大きいんすよね。で、これが左肩か。さらに、右肩。もう、ネオディケで組み上げちゃおっかな。あ、そう、ベルトパーツがね、 こんなたくさんついてた。むしろビルド用だと、こういうまたパーツからついてますね。そして、ライドブッカーはめて、いや、今初めて組み上げるので、やばい。やばい。かなり感動するんだけど、マジか。こんなんなの。あ、ここね、シールなんですよね。このマゼンタラー部分。そこだけ気になるかな。ここ、パーツでカチャッとはめたかった。あー。 でもめちゃくちゃバランスいいぞ、プロポーションいいぞ。で、こうからの手首もね、カード持ち手首とか武器持ち手首とかもう多彩なのよ。まずはスタンダードな開き手をはめてあげれば、はい、これでプラモデル版の仮面ライダーディケイドが 出来上がりました神 <laughs> え、マジ神マジでうそすげえすげえすげえよマジでかすげえなんだこれ動画途中で止めて、今すぐ買いに行ってくださいてか、売り切れてるんだっけうーわやばで、真骨頂より、要はアーツより、 でかいんすよ、2割ぐらい。ナンバーワン。ナンバーワン来たな。つかさだな。等身上がってる全く同じ位置でスラッと立たせると。いや、そんなことないか。等身としては同じなのか。なんだけど、気持ち大きくなってるように感じる。デザインのせいかな。 はい、改めて中身はこうなってて、ディケイド本体といつものクリアダイザー、手首パーツが開き手の他に、握り拳1セットと、武器持ち手首と、カード持ち手首。で、ネオ版のドライバーと、これがトリガーが閉まった状態。開いたものもついてて、普通のディケイドライバーもついてますね。これも閉まった状態と開いた状態の2パターン。さらに、 ライドブッカーが通常のものと、ソードガン、全部で3つあって、あとはベルトが1、2、3、6種類プラス、ビルド用。そしてライダーカードは脅威の1号ライダー系クーガからジオまで全部あるのと、ライダーキック用のものから技系まで一通りついてますね。これは薄いプラスチックで台紙から外すと、もう両面仕様になっております。 いや、付属品まで噛みすぎる。そしてベルトに関しては他のフィギュアライズスタンダードのベルトと付け替えて遊ぶって感じで、それで仮面ライド遊びができるわけですね。ただ、一部ライダーに関しては元々のビルドのパーツを使ったりとか、ダブルのパーツを使ったりしますので、簡単に取っ替えてとはいかないやつもありますね。ちなみに複眼は銀シールを、 ペタッと貼ってからクリアパーツをはめるタイプだったんですが、そうするとここの黒いところの線が若干曖昧になりそうだったので、今回はパーツの上からそのままクリアパーツをはめてる感じで、塗装とかも一切してませんね。で、このクオリティーっすよ。でまず新校長と比べると、 プラモデル版の方が1センチぐらい大きくなってますね。それに合わせて全体的にアーツ版より大きくなってますので、ドンと置いた時に非常に存在感があるのと、特に今回はやっぱ頭部がいいのかな新真骨頂とフィギュアライズスタンダードね。カードが埋まってる部分のボリュームとかが、あ、ちょっと角度が違うのか若干この一番出っ張ってるところが、 前目にななってるんだなへー新校長のディケードって今高騰しすぎて2万円とかしますので普通に3,000円で一般販売で売ってる これでもういいじゃんみたいな印象はあります。ってことで改めて全体ぐるっと見回すとこうで、やっぱマゼンタのドライバーいいなぁ、ネオ版。はい、クリアパーツ部分なんかも非常に明るく綺麗になっておりますし、ヒンジがちょっと見えちゃうのが昔のアーツっぽいですね。で、シールはここの黒いところ上下とマゼンタのここ、あと黒ライン、胸のこの十字部分の 黒ラインが後ろまで。これ全部シールですね。とはいえ、ほとんどシールって分かんないぐらい自然な作りですよね。で、腕周りはそれ以外シールなくって、ドライバーはグレーと、あとはこのライダーマークはシールですね。クレスト部分。横も一枚ずつシールがあって、あと足部分はここの黒いところと、膝アーマーの左右のここがシール。それ以外は成型色で色分けですね。 で、可動に関しても、胸で動くし、腰で動く、回転も OK と、ボールジョイントで頭も動くし、アーマーごと回転、ヒンジで別パーツで肩アーマー可動しますし、二の腕、ロール、肘、手首はボールジョイント。ここは非常に、手首もすごい付け替えしやすいですね。なので、これで、カードセット、 からのトリガーオンのこのポーズね。こっからディメンションキックも逃がしつつ問題なくディメンションキックはあれか握り拳の方がいいかほらこんなにつきやすいはいこのようなディケイドのライダーキックのディメンションキックもめちゃくちゃ綺麗に決まりますめ めっちゃ動かしやすい。そして、パーツのポロリが全然ないね。超安定感。あとは腰のこの部分にいつものジョイント穴ありますので、ここに台座をはめてあげれば、ライダーキック状態とかでも安定してディスプレイさせてあげることができますね。トリガー展開のベルト状態もやってみますかベルト外すでしょセンター部分も外して、このバックルに連れ替え。そうすると、はい、こんな感じで、 カードスロット側が上に来ますので、カードをセットみたいな、ほら、こういうこともできるんだよ。これ、このまま下まで行けますからね。こういう感じで。トリガー引き状態のディケードを表現することもできますし、同じ要領でベルトを通常のディケード版に組み替えることも OK と。そうすると、ホワイトカラーがより バランスよく見えますね。ただやっぱ僕はネオ版の方が好きかな。ここモールドでディケードの文字も入ってるんですよ。ほら、ドライバー側も超完成度高くない真ん中のところはクリアパーツでちゃんと表現されてますし、これも同じように引っ張って、トリガー、オン状態をこういう表現で遊ぶこともできます。いや、素晴らしい。付け替えで遊べるのいいし、例えばここにビルドのカードを 置いてあげて、セットすることで、ほらドライバーにちゃんとカードが入ってる状態で装着することもできますね。これくらい引くともう全く見えませんが、カードセットアクションまで表現できるの素晴らしい。で、カード持ち用のちょっとここにスリットがある手首もついてますから、この部分にカードをはめてあげて、結構ね、ガチッとはまる。 カードの保持力が完璧なので、ライダーキック前の、このカード持ち状態だったり、他の仮面ライドだったり、ものすごい安定感で持たせることができますね。ここの保持力半端ない。こういう細かいところまで、とにかく遊びやすいんだなぁ、これ。例えば、ジオを持たせれば、ガチッとハマるなぁ。ジオウに仮面ライドみたいな、そういうポーズ遊びができますね。 かざしても全然安定感ある。結構フィギュアによってはこういうカード持たせっていうのは安定しなかったりするんだけど、今回は全然そういうのがない。で、このライドブッカー外して、ライドブッカーのソード状態ね。はい、つかさらしく、刀身部分に手を沿わせるようなアクションで、飾るのも OK だし、普通に振り下ろしなんかも全然問題ない。 全く問題ない。絶対買った方がいいやつじゃ。で、あとは、ガンね。返球はしませんから完全持ち替えね。はい、ディケイドらしくこんな感じでスラッと。いや、すごいな。立たせた状態での射撃ポーズなんかで飾るのも OK と。すんごいかっこいいっすね。すごいかっこいい。 かっこいい。何このプラモデル。ちょっと大股広げるのもありだと思います。これで一通り遊びましたので、ベルト交換いくか、あと握り拳でちょっと格闘やりたい。あとは握り拳状態での巣立ちだったり、ほらこういうガードみたいなのも綺麗に取れますし、格闘パンチなんかも、 若干関節見えちゃいますがうん問題ないね立ちキックこんなのもいやーすげえプラモデルだけど全然チープさがないこういう風に遊べるんだこの安定感すごいいいねじゃあベルトつけ替えもやりましょうか仮面ライドどちらにしろネオ版を選択すれば 普通のディケイドライバーが余りますので。まあでも、電王とかもね、すごいっすね。<laughs> いや、どれもすごいナンバーワンと言わたけど、ディケイド。好きなの買えばいいと思う。<laughs> でもさ、初期のジオーとかゲイツ、あとはビルドあたり、あの辺はまだ、やっぱ初期感があったので、今思うとだいぶプロポーションとか見劣りしますから、あの辺がバージョン2.0みたいなやつを発売してくれたら面白いっすよね。 全部外すのか。左右に全部外すんだっけ。そうだね。D の文字が入ってるやつが電王用なので、単純に、あ、ガチャってはまるんだ。そして、電王の上半身はめ直して、はまってる。おーすげえ、ディケイドライバーと、あとあれか、こっちから、ライドブッカー持ってくればいいのか。おー仮面ライド はい、これで一気にさっきまで桃太郎スだったものが角やつかさに変化しました。すごい本当に仮面ライドした。これが、これまで発売した様々なライダーに対応してるってわけね。いろんなベルトを使って。はぁ、あ、面白いなぁ。ディケイド好きにはたまんない仕様っすね。 ネオ版をつければ、ベルトが1個余りますので、こういう風に片側のベルトを仮面ライド用に遊んでも OK と。遊びの幅広 いやー毎回すごいフィギュアライズスタンダードシリーズですが今回もドギも抜かれましたね特にディケイドはジオでも活躍した人気ライダーってことでかなり気合いの入った造形で仕上がってた気がするオプションパーツも多かったしねなのでジェネリック真骨頂みたいな感覚ではなくってもうこのプラモデルシリーズの造形自体が高クオリティなもので確立されてますから真骨頂を持ってる人でも僕みたいなすっごい感動すると思うなので 新校長とかアーツ持ってるからとりあえず今回は買わなくてもいいかなって思ってる人はそれはもう大きな間違いですのでこれはぜひまだ買ってない人はディケイド好きな人を買いましょう以上フィギュアラーズスタンダード仮面ライダーディケイドの紹介でした